こんにちは。今日は GoPro Hero 7をショーティーという自撮り棒を取り付けて撮っています。原点回帰っていう感じですね。でただ設定は少し変えていて、いつもあの画質を高っていうのにしてたんですが、今あの中にしてますね。あとはあの GoPro カラーをフラットっていう風に変えています。要はダヴィンチを使ってカラーグレーディングすることを前提にするということですね。最近ちょっと新しい試みを始めていて、あの本来は写真用のソフトであるあのライトルームっていうのがあるんですけど、それに一旦静止眼として取り込んで、それを色調整、明るさ調整して、それをラットとして書き出すというやり方でやってみてます。やはりこの色とか明るさいじることに関しては、あちらのソフトの方がある種使いやすいし、なんかこう結果もいい感じがするんですよね。実際あのいろいろ勉強しようと思うときに、この動画のカラーグレーディングっていうこと自体を具体的な使いこなしとして上がっている動画っていうのは少ないんですけど、このライトルームっていうのは写真なのでやっぱり人口が多いですよね。なのでこのライトルームを使った色調整とか明るさ調整に関してはかなりいろいろ出てるんですよね。私が今見てるのは今のところ日本語レベルですけど、それでも動画に比べればはるかにあるという感じで、それを見てると非常にあの参考になりますし、それだけでも動画時にも編集参考になるんですけど、さらにはそのライトルームで実際に編集してしまうというふうにやって、これがいいのは写真でを撮ったりするとそのカラーグレーディングする頻度が非常に増えるので、動画より絶対増えますよね。パチ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 写真撮って一枚一枚やっていくわけですから、データも軽いので気軽に取り組めるので、まあそうですね、写真のちょっとあの現像力のアップと、それから動画のそういうカラーグレー力のアップっていうのが一石二鳥かなっていう感じがしていて、今それに取り組んでいるところですね。この GoPro カラーではないものをグレーディングするっていうのは初めての試みなんですけど、まあ、今日みたいに渋谷の道玄坂を登っていくみたいな、割とこの光がワンパターンであればそんなにその場面ごとにみたいな調整も必要ないでしょうから、まあ、1番目か2番目か3番目か分かりませんけど、比較的少なめの感じでやれると思うので、まあ、手始めの練習としてはいいような気がするんですよね。で今日もあのドリキンさんの最新の動画見てみたら、GoPro 使ってらしてすごく綺麗なんですよね。なのでまずはというよりは、まあ、そこを目標としてそこを目指すということで、同じ色にするかどうかは別として、まあ、自分なりのものが出てくればいいんですけど、まあ、クオリティを上げていくっていうすごく励みになりますよね。あそこまで撮れるんだと思うとカメラのせいにはできないんですから、まあ、今日ちょっと天候がねやや曇り気味なので同じようにはいかないかもしれませんけど、いろんな天候で撮ってみて色調整もその都度やってみていっていくと、かなりノウハウが溜まっていきそうなので、ダヴィンチディゾルブとそれからライトルーム、このコンビネーションで、まあ、GoPro で撮ってみたり、あるいは GX7 MAX3 で撮ってみたり、でこのままでいくと、まあ、歩き撮りの時はもう GoPro 一択になってくるかもしれませんね。前も言っていましたけど、でズームレンズを使ったり、より暗いところ必要な時には
GX7 Mark III を使っていくというようなもう使い分けっていうのが良さそうですね。なんといってもこの明るい時であればこのテープレイ補正で全然画面が安定しているということは画質に与える影響も大きいように思いますから、もうこれ一択で、まあ、今まさにこの昼間といえ高架下の暗いところでのちょっと手ぶれとかはどうなのかっていうのは気になりますけど、最近来ていたこのファームウェアもう今朝ようやくこの本体にインストールして反映させましたので、まあ、どういう内容かって詳細はちょっと忘れましたけど、まあ、全般的に細かく改善はされているでしょうから、このテープレ補正の改善もまあ期待を込めて後で編集してみたいですね。ここ最近 GX7 Mark III を使ってましたけど、やはり圧倒的にこの GoPro の方が気軽に撮るっていう意味では楽ですね。特に雨が降るかもしれないとか風が吹くかもしれないとか、まあ、天候的なことも都市部とはいえ気になりますからね。そういったところ一切、まあ、ある種関係なくポケットに入れておいてパッと取り出して撮れるっていうのは大きいですし、しかも手ぶれがこのぐらい綺麗に抑えられていると一時期では考えられないクオリティですから、 GoPro というのはセンサーも小さいですから、そのままであればやはり乱れてくるとちょっと気になるところが出てきたりするんですけど、そこを編集の中でできるだけ詰めていって質を改善してっていうところやっていけば相当使えるんじゃないかなっていうふうに改めて思いましたので、今日は久しぶりに GoPro Hero 7で撮ってみました。ちょうどいい具合に今風も吹いてるんですけど、これ今全体をスポンジで覆うというタイプの風防も取り付けてますので、おそらくほぼほぼ問題なく取れてるんじゃないかなと思います。そういう意味では気軽でヘビーデューティー、なおかつ高画質というこの GoPro Hero 7、改めて特にこの歩き撮りっていうところでは使い込んでいければなというふうに思っています。ということで今日の動画は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。